ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回から別のルートを考察していきます。よく見たら評価があるね。会員がいたカフェが最高評価で、一番下が最低評価ですか。それじゃあ、今回は真ん中行ってみる？前回が一番上でしたし、そうしましょうか。パブに行くことにした。雰囲気も人も静かだった。まるで過去に来たことがあるみたい。テレビが一台もないからかもしれない。選択肢は飲み物を注文するかリラックスするだね。今までこんなタイミングで選択肢は出なかったのですが、周囲の様子を観察するためにも落ち着こうか。何かを飲む気分じゃなかった。私は一人で座りながら数人の常連客が歩き回っているのを眺めていた。彼らの静かな声と木の上でグラスがガチャガチャしている音を聞いていると少し眠くなってきた。時間を忘れて少し眠りをし始めた。え？眠っちゃった。私は急いで辺りを見回した。誰もいない。正確にはほぼ誰もいない。部屋の隅で一人の男が身をかがめて飲んでいた。どれだけ眠っていたの？彼なら時間がわかるかもしれない。私は立ち上がってその男に近づいた。ねえ、悪いんだけど。今何時かわかる？うわ、もう。閉店の時間だよ。1時45分だ。彼は別のことに夢中になっているようだ。なんかおどおどしてるね。目線を合わせてくれないとは。選択肢は本当に遅い時間ね。大丈夫？ありがとうだね。とりあえずお礼を言いましょうか。はは。情報を共有できてよかった。僕はそろそろ帰ると思う。僕はただ、友人を待っていてね。彼の友人はどんな人だろう。背の低い男がトイレから出てきた。とても元気そうだ。ローレンス、それじゃ。あ、この人は誰？私は赤毛の男にぎこちなく微笑んだ。彼は話そうとした直前、一瞬だけパニックになったような表情を浮かべた気がする。僕の名前はレンだ。会えて嬉しいよ。彼は期待を込めて私を見た。あ、私の名前はデンデン虫よ。私も嬉しいわ。私たちはしばらく顔を見合わせていた。二人ともどうしたの？なんでレンがここにいるのさ。レンは前作にも登場したキャラですが、前作の状況からして、彼が外に出れるはずがありません。でも首にあれがないよ。自力で外したとは思えません。なら、あいつが外したってこと？そう考えるのが妥当なのですが、彼がなぜそんなことを。そもそも、あいつは今何してるんだろうね。選択肢はローレンス、大丈夫？レン、大丈夫？何も言わないですか。レンが気になるし、レンに聞こうか。すごく調子いいよ。ねえ、それよりさ、もう少しだけいようよ。私が言葉を発する前に、彼はバーテンダーのところへ小走りで向かってしまった。僕は、ローレンスも彼の後を追ってしまった。私は混乱しながら、彼らを見つめていた。バーテンダーがサービスをしているということは、レンは見た目よりも年を取っているんだろうけど、私は彼らのテーブルに座って見つめ続けた。彼らはお互い、素早く静かに話している。まるで口論しているみたい。でもその後、二人とも笑顔で戻ってきた。ローレンスは私たちの前に飲み物を置いた。この夜に乾杯。これは、選択肢ですか。飲まないも選べるんだね。本来なら絶対に飲みたくありませんが。どうせ逃げられはしないでしょう。あれ、これってもしかして。なるほど、二人のも飲めるというわけですか。どうしたらいいんだろう。できればレンルートに行きたいですね。この提案をしたのはレンだし、自分のを飲んでみようか。彼の誘いに乗るということですね。私はローレンスが置いてくれた飲み物に手を伸ばした。一口飲んだ。ラムとコーラの心地いい飲み物だった。飲み終わり、少しリラックスした。私はテーブルの向こうにいる新しい仲間を眺めた。ローレンスは飲み物に手を出していない。レンが不安そうな顔をし始めた。本当に遅い時間だね。そろそろ。行こうかな。待って、帰るつもりなの？ごめん。レンはドアから飛び出した。ちょっと待って。ローレンスは彼を追いかけた。私は困惑した。それから私は首を横に振った。私には関係ないことだ。それに、そろそろ家に帰った方がいい。私はコートをつかみ、パブから出て爽やかな夜の空気の中を散歩していた。ローレンスとレンの姿はどこにもなかった。変なの。歩道を歩き始めた時、何かが肩を叩くのを感じた。私は驚き、飛び上がり、振り向いた。驚かせないで。彼は何を言えばいいかわからないようだ。
電話。僕と道をたがえた。ローレンスの様子がおかしいですね。道をたがえたってどういう意味だろう。言葉通りに捉えるのなら、絶交したとかですが。そもそも、レンとローレンスはどうやって知り合ったんだろう。レンと外で出会ったか、あるいは。ローレンスもあいつに捕まったか。選択肢は次はうまくいきそう。何を言っているの。無視するですね。何があったか聞くためにも、次があるか聞いてみようか。もう遅いもの。レンは一人で帰ったのね。それじゃあ、私も。レンは違う。選択肢は落ち着いて、レンは家に帰りたかったのよ。ごめんなさい。だね。違うとは何のことでしょうか。そういえば、主人公が飲み物を飲み終わったらレンが帰ったんだよね。もしやロシアンルーレットをしていたのでしょうか。それだったら、二人が飲み物を飲まなかった理由がわかるね。一体何を入れたのでしょうか。あくまで仮説だし、落ち着かせるために謝ろうか。私が謝罪しても彼は落ち着かなかった。え？な、私が反応する前に、彼は私を殴った。耳鳴りがする中、私は後ろによろめいた。なん？で、私がパニックになって振り返ると、彼は私に向かって歩き始めた。彼は狂ってる。私は彼から逃げた。走ろうとして少しつまずいた。お酒のせいで動きが鈍くなってる。私は動き続けた。後ろから彼の声は聞こえない。右側に路地があった。この直接的な暴力の感じ。彼に似ている気がします。逃げる方向はどうする。左右だと何があるか現状見えていません。このまままっすぐ逃げてみましょう。私は路地を通り過ぎて走り続けた。私は肩越しに後ろを見ようと少し速度を落とした。え？彼の全体重が私にぶつかるのを感じた。歩道で頭を打ち、起き上がろうと必死にもがいた。彼は私の上であえいでいた。違う。大丈夫？最初に感じたのはパニックと恐怖だ。私は固まっていた。何が起きたのか思い出すまで動きたくなかったし、目を開けたくなかった。次に匂いが気になった。土っぽくて、暖かくて、病的なほど甘い匂い。音が聞こえるのに気づき、懐かしい匂いを特定しようとした。足を引きずる音と、木の上で金属が軽く擦れる音がした。大丈夫。僕が、直す。私はゆっくりと目を開けた。簡単さ。選択肢は何が簡単なの？ここはどこ？黙っているだね。直すとは一体。もう少し話を聞いてみようか。音を出すべきかどうかわからなかった。彼はつぶやき続けた。前のようにはならない。ただ。落ち着きさえすれば、ああ、目を覚ましたんだね。私は息を飲んで彼を見つめた。ここは？私の視線は部屋中を走り回った。ワンルームのマンションだ。至るところに植物がある。そうだね、多分思うところがあるはずだ。私は移動しようとした。できなかった。あ、落ち着いて。見下ろすと、腕と足が木の椅子にテープで固定されていた。呼吸が早くなり、彼を見た。僕なら、説明できる。この男に何かがあったらしい。不安定だ。ヘルプに右のゲージについて説明があったので読みました。それによると右のゲージはローレンスの正気度だそうです。これが少なくなると狂気的になるってことだね。選択肢は私と何がしたいの？叫ぶ、説明してもらうですね。正気度がどういう法則で減るのか考えないとね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。